核衝突の可能性現実のものに即時停戦を国連事務総長と、うん、ロイターが伝えてるんですけど、はい、国連のグテーレス事務総長は14日かつては考えられなかった核衝突の可能性が今や再び現実のものになったと述べた上で、敵対行為の即時停止を重ねて求めた。ウクライナに侵攻したロシアが核戦力の警戒レベルを引き上げたことに骨まで凍りついたと表明。ロシアがウクライナの、ザポロジエ原発を制圧したことに関連し、原子力施設の安全を守るよう呼びかけるとともに、ウクライナの人々の恐怖を煽ることをやめ、今こそ外交と平和の道を歩む時だと訴えたと言うんですけれども、うん、はい、この国連の大事な時になればなるほどの無能さというか、はいはい、意味のなさというか、まあそうですね、決められないですからね、うん、決められないですからね、はい、だってあの安保理でロシアが反対したらそれ何も進まなくなっちゃいますからね、はい、常任理事国ですからね、うん、はい、でやっぱりその国連というのは、まあこれね、もう皆さんご存知のように、あれ連合国の慣れの果てというか、そうです。連合、その、だから1945年の、はい、あの日本が敗戦したあの戦いの、連合国から来てるわけですから、はい、まあそもそも構造としても限界が来てんじゃないかなと。そうですね。うん、もう、あの時からしてみたら、世界の敵と味方をまた変わってきたわけで、うん、中の中国とロシアが、害だという構図を今、アメリカ作ってってるところですからね、うん、てかあの国連の常任理事国っておかしいですよね、うん、おかしい、だって中国あれ、うん、中国共産党そう入ってなかったですね、入ってなかったのに、中国共産党じゃなかったわけですし、うん、あとソビエトもそうですよね、そうです、ソビエトももうないわけですよ、うん、はい、だからその辺がでフランスだってほぼ亡命政権みたいな状況だったんですよ、やっぱいかにアメリカがダントツで強かったかという、ね、そうですね、アメリカ、日本でアメリカ一国に負けたわけですからね、うん、アメリカさえなければ全然あの日本って全く問題なく勝ててたわけですから、うん、そのアメリカやっぱすんげえ強かったっていう、そうですね、だけですよ、まあ、でもやっぱそのフランスの立ち振る舞い見ても、はい、最終的にどこにつくかというか、うん、どこと組んで最終的に勝利をもたらすかって非常に重要だなっていうの、うん、はい、まあ、イギリスなんかもそうですよね、はい、イギリスだって単体じゃ全然ドイツにかなわなかったわけじゃないですか、うん、あ、そうです、そうです、だからそれで最終的にアメリカと組んで、はい、そうです、その巻き込んで、うん、最終的に勝利を得て戦勝国になったということですから、はい、やっぱり日本もそのなんていうか組む相手っていうのはしっかり考えなければ、ここもう本当にあの時もね、うん、まあ、ただまあアメリカ側から潰されたからね、うん、本当にあのやっぱ人種差別っていうのはあったと思うけども、はい、人種差別今でもありますからね、そう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 、相当な、はい、だって今回もね、なんかあれ和田さんでしたっけ言ってたの、うん、なんかあの今回ウクライナにこれだけ世界中がその肩入れするのは、あれが白人だからだっていう、まあそうですね、うん、まあ、中東アフリカとかの紛争でこんなその世界を巻き込んだ大応援なんてないわけじゃないですか、ないです、キリスト教、うん、あと一応ヨーロッパっていう、はい、あとギリヨーロッパってね、うん、ヨーロッパ人で白人でキリスト教徒、そこが来るから、うん、だから他の国でもこの上質な移民をどうするんだとか、うん、受け入れなければいけないとか、うん、あの教育された人たちが来るとか、はい、いや今までの難民は教育されてない人とか同質じゃなかったっていうことを暗に言ってるわけですよ、うん、宗教も異教徒だしっていう扱いをしてるわけですけど、はい、今回は全然ウクライナだと応援するという感じがあるんですよね、うん、そうですね、はい、そう、やっぱアジアの国でなんか政変なり戦いが起きても、うんうん、ちょっとトーンが低いですもんね、そうだミャンマーというかあの辺にしたって中国にまたベトナムあたりがいじめられてたりとかした時に、うん、はい、みんながベトナム頑張れと、うん、でベトナムからの、難民受け入れますって前回なってないですからね、うん、はい、そうなんですね、うわ、オーストラリアとかも本当いやいや受け入れたりとかいろいろしてましたからね、いやこの辺がやっぱこう、はい、世界の矛盾を感じますね、そう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 、このなんか、はい、全然違います、世界の構造というか、はい、そうなんですよ、その肩入れ、はい、肩の入れ方というか、うん、そうです、うん、はい、まあね、そういうもんなのかなという気もしちゃうんですけどね、はい、うん、はい、まあ、だから国会もね、はい、あの改革をしていかないといけないんじゃないかなというふうに思いますし、はい、だから今回の戦いで、うん、もうロシアを潰してですね、はい、もうそのだから常任理事国から外すっていう、そうですね、そういう動きもちょっと出てますんでね、うん、ただまあ今の常任理事国をロシア外すんだったら、うん、中国も外さないと最終決戦を考えたら、うん、そこでまた邪魔になるんで、やっぱ新しいあの、ね、うん、TPP を中心とした、はい、のと EU を中心としたグループとか、うん、
なんか作りたいですよね、はい、新国連とか新国連っていうね、うん、権威主義国家ダメですということでね、まあそうですね、はい、まあ、あとはその拒否権一国で発動できないようにするとか、うん、多数決で発動できるとか、あ、確かにね、うん、はい、だからまあ、いろんな方法あると思うんですけど、はい、中国入りたいって言ったら、うん、いやいや総選挙やってからにしてくださいとりあえず総選挙やってくださいです、はい、日本はアイドルも総選挙やってますからそれぐらい民主的ですと、はい、中国もとりあえず総選挙やってくださいとそうですね、選挙、はい、それ必須かもしれないですね、そうそう、選挙やってる、総選挙やってからじゃないとダメです、いや、ただそれったらじゃあロシア入っちゃいますからね、ロシアはロシアのことわざに大事なのは投票者じゃなく、うん、投票を数える人間だっていう言葉があるからねロシアの選挙はちょっとグレーゾーンです、ね、投票箱もブラックボックス、ね、そう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 大事なのは数えるやつだと言ってるわけですけど、それも体裁だけ整えて開けたらもう全部プーチンっていうことにそう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 データ上されてしまうなっちゃうんですけど、はい、その辺ちょっともうどう整えていくかっていうのはまあ難しいところありますよね、はいはい、たまたまさん、ウクライナが勝つとロシア国籍を持つウクライナ居住者の資産を押収する大統領令が出ているので、終戦後ドンバスやクリム半島のロシアパスポートを持っているやつらは実質国外追放になるのよねと、なるほど、どういう展開になるかは分からないですけど、ただ、まあ、ロシア国民全員が悪いというわけでもないっていう形にはなると思うんですよね、うん、そうですね、はい、やっぱそのやっぱ親戚がやっぱそのロシア人がいて、うん、そっちの方が国が強かったら、うん、俺そっちの国籍取れるんだとそっちにしたいねって思ってヘッジかける人もともといたと思うんですよね、うん、はい、こういうだから、まあ、戦後処理になると、うん、まあ、これまでの事例から言うと、うん、やっぱりその一人悪魔的なやつ、まあ、もしくはその集団的なその悪魔的なやつを、うんうん、まあ、こっちが悪いんで国民悪くないですっていう形になるんじゃないかな、うん、ナチス方式ですよね、うん、だからプーチンとその周りが悪かっただけで、うん、後のロシア人は悪くないですと、うん、脅されてただけですっていうふうに、そう、これだから日本もそういう処理になったじゃないですか、はい、だからその軍国主義者が悪いのであって、うん、はいはい、一般国民は悪くないですっていう、悪くないみたいな形で、うん、日本を治めるようにね、うん、マッカーサーがやったわけですけれども、そうですね、はい、だからまあ今回もプーチンが、はい、プーチンそしてその一派が悪いんだということで、はいはい、まあ、ロシア国民は、はい、まあ、保護されるというか、そうですね、はい、ことになるんじゃないかなと、まあ、そうしないと、うん、その後が困るんですよね、はい、またそのなんかロシア人が西側に恨みを持って、うん、はい、またなんか戦いを吹っかけるかもしれないし、あ、そうそうそう、うん、だからね、まあ、日本人の場合は東京裁判やってみたら誰も悪くないっていう感じだったんですけどね、うん、はい、まあ、でもジェノサイドもやってないですからね、そう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 、まあ、アメリカの方が悪いんじゃないのみたいな感じになってます、うん、てかジェノサイドで言うと、はい、うん、もうドイツソ連とかもう桁違いにやってますからね、はい、桁違い、いや、それこそだってスターリン時代にとんでもない人数のウクライナ人殺してるわけじゃないですか、そうです、ガシさせて、そう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 、やってますし、日本だって民間人がね、うん、アメリカの空襲でね、うん、やられてますし、はい、そうですよね、はい、まあ、そういった点ではね、あれなんですけど、うん、まあ、ちょっと今回とにかく戦争は次に勝つというのが大事で、うん、そのために何するかっていう視点で考えなきゃいけない、うん、